どうもしげしげです。本日はメインアカウントでまた新魔王チャレンジやっていきたいと思うんですけれども、明日から復刻というか、まあ明日お正月なんでね、お正月の新しい闇ラジオを扱ってみたということでやっていきたいと思います。編成ですが、今回このキャラエレメイがドハマりしている、まあダンジョンにドハマりしていると言った方が正しいかなと思うんですけど、このキャラいるとかなり楽になります。スキル3ターンで1ターンの間操作時間、回復力、闇属性の攻撃力3倍、属性吸収無効、闇ドロップを6、ちょっとぶっ飛んだとことが書いてあります。でラジオアーともね、この無効貫通って言ったところで噛み合いがすごいですし、 L 字を素で持ってたり、潜在も8枠だったり、はい、かなり強いです。で、ちょっと先にエレメイを紹介してしまったんですけども、ラジオアのスペックとしては2ターンに1回ルーレット作りながら闇6個生成で、まあ3つ足してあげて急攻撃すると火力が出てっていう形になります。悪魔タイプの HP が4倍っていうのがもう常時かかっている状態になるので、例えばあのボスのね半分切った時覚醒無効からの大ダメージみたいなのも素で耐えられるような編成にしております。超覚醒無効貫通アシストが、これは石仮面ですね、ディオブランドの武器となっております。スキブマイナスがあるんですけど、別にそんな変身キャラをゴリゴリ入れてるわけでもないのでそんなに影響がなくって、シンプルに火力がめちゃめちゃ伸びると、でバインド耐性も補えるというものになってます。泥強も詰める、これもラジオアのために存在すると言っても過言ではない。はい、潜在はリダチェン耐性、フレンドさんも、まあ、超覚醒アシスト同じで潜在が上限解放となっております。でサブなんですけど、先ほど紹介したエレメイアシストが、これはキングクリムゾンですね、副属性を、まあ、闇に統一しながらのチーム HP 強化3で、泥強もかなりさらに漏れると、で、潜在が遅延が2つと毒耐性となっております。で、回復薬でゴアマーガラ入れております、まあ、ステータスが高いっていうのが、まあ、一番の採用理由かなっていうのもあるんですけど、まあ、無効貫だったりね、雲を素で持ってるととても偉いです。超覚醒無効貫通アシストがラビリルの武器、これが、まあ、HP のステータスボーナス的なのも大きいんですけど、指も搭載できる、チーム HP 強化も搭載できる、かなり優秀な武器です。潜在は遅延が6と HP 強化プラスプラスがついてます。でクリスマスセリカの闇のやつ、これもぴったりだと思ってて、まあ無効貫通で持ってて、まあ超コンボ強化そんなに発動できないんですけど、まあしてもいいんですけど、はい、まあある程度の火力が出せるんですけど、それよりもこれですね、自動回復スキルがドハマりしてるかなと思っていて、これによって耐久が無敵になります。無敵は過言だけど、はい、超覚醒が超コンボ強化、アシストがルドラの武器で十字とか搭載しながら、チーム HP 強化、あと指もね搭載できております。潜在が遅延が6で、最後、ベリアルのダークカラーの方ですね、ここにクルセイダー武器を搭載しております。まあハロウィンチャコル自家入れとかでもいいんですけど、個人的にはこっちの方がまあ HP も漏れるしっていうのもあってこっちにしております。超覚醒スキブプラス潜在が遅延が6となっております。ではこのパーティーで覚醒バッチ HP でやっていきましょう。はい、ということでバトル1ですが、このパーティーね、いきなり面白いことができます。まあ、セリカの自動回復ループ、あとクルセイダー武器の軽減ループ、これはもうね、マストで分回していくんですけども、セリカ使ったタイミングで76になるので、ここエレメイ変身時のスキルで2色陣、これでまあ急攻撃すればするほど系のやつなので、無効貫2個とか組んであげるといきなりとんでもない火力を見ることができます。で、まあそれは置いといて、まあ普通に突破していくんですけど、エレメイのため直しをしてもいいし、しなくてもいいしって感じですね。結局軽減スキルと自動回復が生きていると1コンボ耐久みたいなこともできてしまうわけですよ。まあもちろんね、相手にもよるんですけど、フロアにもよるんですけど、はい、なので、まあ、特にスキルダメとかそんなに気にせずガンガン突き進んじゃって、でここに関してもね指奪われるんですけど、じゃあここで1コンボすればいいじゃん的な感じの立ち回りでいいのかなと思います。で、まあ、盤面闇残せたら一番いいですし、あとこういう風にねワルリンとか引くと、まあ、スキルが温存できて石仮面の方のスキルが溜まったりするというのも面白いところです。石仮面もね自動回復持ってるんで、まあそれをあえて貯めるっていう立ち回りもワンチャンありなのかなって思ったり、まあただね基本的にはラジオアを打って打ってってやってると本当に闇も欠損しないしっていうね、まあ遅延が飛んでこない限りなんですけど、はい、とにかくまあ闇の供給も半端ない、火力も半端ない、耐久力も半端ないという感じのパーティーに仕上がっております。
で、まあ、エレメイがたまり次第奪い返してあげて闇の無効感染2発撃つといった形の立ち回りです。で、3回でね、おそらくゴアマガラの後ろが溜まってると思うんで、ゴアマガラね、空打ちできないので、はい。なので、ここでゴアマガラを消費してあげて、オーガのフロアでちゃんとね、バインド回復が使えるようにしておきます。ということは、まあちょっと足踏みをしたいんですけど、ここ十字とかね、踏んで超暗闇の目覚めを解除してあげてとか、やっておくといいんじゃないかなと思います。なんかそのね、耐久するためにここで何コンボは必須とかそういうものがないので、本当にだから1コンボでいいんですよね。だからまあ十字を組むだけでいいですし、で別にその回復何コンボとかも全く、回復力がほぼない状態なので、意識しなくていいですし、うん、かなりこう、なんというかストレスフリーというか考えることが少ない、まあ、とにかく軽減ループ、自動回復ループをしながら闇を供給して無効感を組むだけっていう、すごい完結してるパーティーなので、とても使ってて楽しかったですね。はい。で、オーガのフロアなんですけど、まあ先ほど言った通りゴアマガラがね、まだ溜まってないので、このリラフレバインド食らった状態でも、まあしっかりクルセイダーを張った状態で1コンボ耐久していきます。まあ今、そのね、特殊な立ち回りになっちゃってて、石仮面のスキルで自動回復してるんですけど、まあセリカ溜まったらね、しっかり使ってあげて、セリカの自動回復ループも忘れないようにしてください。まあ今使ってないんですけどね。はい。で、まあ相手が2の時には必ず動き出さないといけないのかなというところで、相手のターン数だけ見ていてください。まあ自動回復でね、しっかり HP100、今64万に戻ったので、まあフルか。はい。レッドオーガの攻撃を受けても70万残ると言ったね。いや、耐久力半端ないっすね。で、まあ、無効感を組むっていうところも、このダンジョンね、序盤相手が複数体いるっていうところで、まあ、カイドウとかだと全体攻撃バッジをつける方もいたりね、まあ、そういうダンジョンなんですけど、まあ、そこも意識する必要がないというところで、はい、無効貫通最強です。で、毒目覚め弾きます。引き続き同じような立ち回りで、まあ、闇供給して無効感組んでいくを続けていくんですけど、まあ、この辺りからね、エレメイはちゃんと残しておきましょうとか、まあ、可能であればラジョアも温存していきたい、まあ、後ろ溜まっちゃうぐらいの、スキルダメができると、何回だっけ、この次の次のところで遅延をね、食らわなかったりもするんですけど、まあでもそこも結局ね、1コンボ耐久とかもできてしまうので、まあそんなに意識しなくていいか。まあ余裕のある方はって感じ。まあ盤面次第ですね。で、はい、ここがね、デバフ3種類飛んでくるところなんですけど、いや、エレメイ強いなーっていうのが、はい、これ全部返せますね。指、回復力、エンハンス。で、なおかつ、この使う、スキルの使う順番ですよね。ラジョアを使ってから、エレメイを使うと、まあ、ラジョアルーレット作っちゃうんですけど、作っちゃうというか、まあ、作ってくれるというか、まあ、メリットなのかデメリットなのかみたいなところあるんですけど、闇ドロップロックしてくれるんで、とてもパズルが楽になるっていうところもあるんで、いや、個人的にはラジョアパの中にエレメイはもう必須クラスに強いっす。はい。まあ、もしかしたらね、最近というか、まあ、そんなに使われるキャラではない。まあ、一時期結構使われてたんですけど、エレメイね、ワンチャンボックスに眠ってる方もいると思うんで、そういう方はぜひラジョアのサブに入れて使ってあげてください。まあ、僕自身ね、めちゃめちゃ久しぶりに使いました。エレメイ。で、ここに関しても、引き続きというか、まあ、軽減ループ、自動回復ループだけ忘れずに、まあ、ゴアマガラで消せないとか回復してあげて、はい、耐久しつつ、まあ、スキルが溜まり次第ですね、ラジョアの。まあ、ここも相手のリットの色によっては、まあ、闇ドロップ作ってくれて、それで無効感できてっていうので、とても楽に突破できるんですけど、まあ、こういう風にね、まあ、遅延もしっかり食らう、色もバラバラっていう状況でも、全然耐久が余裕なので、どうとでもなるかなと思います。ここでやられることはないかなと思います。はい、これを、2発繰り返してあげて、で、この次ね、指奪いが発生するので、発生する?指奪い飛んでくるので、エレメイは完全に使える状態にして突破するのがいいのかなと思います。まあ普通にストレートで突破しても、前のフロアからだったから大丈夫か。はい、まあ使えるようになってると思います。無駄打ちはしないようにしましょう。ということで、まあここからが本番みたいなところありますけども、バトル8、ウィジャスだったので、
エレメイここ空打ちします、指だけ奪い返してっていう形を取ります。というのも、まあ一旦ここスキル貯めれるんですよね。でここで貯めておくと、ガネーシャ、ガネーシャが闇吸収とかだった場合に、またエレメイを使って、まあ、属性吸収無効も兼ねてるんで、いやそれ強すぎるよな、エルメイやれること多すぎる。はい、まあそれがあるので、空打ちでもねしておくといいんじゃないかなと思います。でまあ無効貫通でぶち抜けますと。でバトル級ガネーシャ、孫権だった場合は、まあ、3ターンとかでね普通に倒せます。はい、ガネーシャだった場合はまあ属性吸収ですよね、これだけまあ注意するというかチェックする必要があるんですけども、まあ今回に関しては吸収されない色だったのでこのままぶち抜いております。エレメイは使っちゃっても OK です。でこの次、バトル10でルービーかオークニか、オークニだった場合はゴアマガラを使ってあげると、毒を全部闇に変えながら、覚醒無効も回復してくれるんですけど、ルーレットも同時に作ってくるので、そのね盤面闇花火になった状態からルーレットで正方形に分割してあげると倒せます。それめちゃめちゃ強いんで、うん、オークニを引いたら当たりみたいな感じになります。で、まあ、リュービーは普通にねエレメイ使ってあげて回復力とか取り返してあげるといいんじゃないかなと思います。で奇跡のフロア、まあ、ここもちょっと危ないんですけど、まあ、どうとでもなるかなと思っていて、まあ、遅延が飛んでくる場合ですよね、飛んでくる場合は闇の供給がちょっと不安定になって、で相手のダメージまあまあ痛くて、まあもちろんね軽減と自動回復は張ってると思うんですけども、あんまり油断できないというか、長引いたら多分ここがアウトかなと思います。まあ、普通に2ターンとかだったらね、問題ないので、はい、殴りあった、こっちからは殴ってないですけども、耐久した後にラジオが溜まり次第闇供給してっていう形でここは抜いていきます。抜いていくというか、まあ、まず超根性を発動させます。でこの2発を受けても、まあ、HP は、20万ぐらい、18万残る感じになってるので、うん、まあ、これ以上耐久してると危ないのかなというのはあります。倒せるときはしっかり倒しに行きましょう。で、まあ、2回ねここ倒せれば倒せますということで、バトル中見えないですね。はい、シェリアスのシェリアスかシェリアスルーツかのフロアなんですけど、ここでシェリアスが状態じゃない、属性吸収してきたとしても、これがまさにね闇吸収してるんですけども、エレメイで対応することができると。いや、エレメイのこのスキルの周りの速さで属性吸収、指、炎波、回復力、もろもろはやばいて、はい、倒します。でボス前ですね、バトル13、シェヘラザードドラゴンかなでした。まあ、レアな部類かな。はい、まあ、ルーレット作ってくるんですけど、これに関してはラジョアのループで取り返すことができるし、まあ、属性的にも、まず超根性発動は余裕ですと。で、この次ですよね。90% 減張ってくるので、ちょっとダメージ量がわかんなかったので、闇の正方形と急こげしっていうので、しっかり火力を出す形を取りました。これは覚えておいて損はないんですけど、はい、これしないと抜けないのかな、要検証です。はい、でボスバトルなんですけど、これは本当にもう隙を見て無効感を組んでいくだけですね。でロックに関しては解除すべきなので、闇の L 字ですね、それこそ隙を見て組むということが必要になってきます。ただまあこのね一番最初のタイミングとかそれこそ隙がある状態なので、まあ、しっかり自動回復軽減を張りながら、ラジオを使って無効感で与えていきます。そんなにねいきなり発狂ラインみたいな感じになるパーティーではないので、はい、とりあえずしっかり殴っていいんじゃないかなと思います。まあそれこそね76になった時に正方形2個とか組んであげるとかなり、まあ、8割ぐらい削れるかな、うん、だったと思うんですけども、まあそんなことをやる必要もないので、はい、ひたすら、まあこういう状況ですよね。盤面ロック、まあ、ロック解除がついてないんでね、ラジオアのスキルに。うん、そこはまあちょっと、不便ではあるのかなと思うんですけども、まあそこもエレメイが解除してくれます。L 字を素で持ってるんでね。ただ、この立ち回り、全然ロック解除する気配がありませんので、
はい、無効管2発で、相手の HP が 55% ぐらい、今 60% 以下かな、はい、になってるんで、まあ、ここからなら、全然そのね、削り切ることは可能です。はい、ここでやっと L 字で解除しつつ、まあ、盤面がいいタイミングですよね。それこそまあ月の糸、月の糸見つけましょう。月の糸を見つけて、無効管2発を決めると。まあ普通にセリカが切れたタイミングとかでね、まあ76にできるので、そういうタイミングを狙えばいいんじゃないかなと思っていて、まさかのここでゴアマガラの後ろが溜まってしまうと、これはびっくりしましたね。びっくりしたので、もう確実にだからここから一撃で削り切るっていう立ち回りをしなきゃいけなくなりました。とりあえずゴアマガラの後ろ打って、セリカ使って、ラジオは使ってセリカ、これが必勝パターンで、まあここから1コンボ耐久するのでラジオは2発打っちゃって OK です。でエルメイが闇にロックをしてくれるから、ルーレットも気にならず、はい、無効管2発積むことができます。で削り切ります。で同じことやっていくので、がっつりカット入れていくんですけども、半分切った時の、ダメージとかもね、しっかり受けれるようなパーティーになってるので、まあ、とりあえずゴアマガラを貯めて半分切ってっていうね、普通の立ち回りをここからは目指していきます。耐久余裕っすね。うん、素晴らしいと思います。このパーティーめちゃめちゃ強いと思います。いや、ラジオは持ってる人、まあ、セリカ持ってる人、エルメイ持ってる人、うん、ぜひ組んでやってみてほしいっていうぐらい、いや、いい感じに組めたパーティーでした。この次ですね、半分切るダメージを与えます。切りました。まあ、デバフ来ました。覚醒無効からの大ダメージ、 HP がぐんと減っても102万あるんで、ここに軽減ループしっかりかかってるので、クルセイダー武器の軽減これで受けて、はい、残り HP が1万2000ですね。はい、まあ、ステータスの高いキャラを結構編成してるのでっていうのもあるんですけども、かなり耐久力高いんで、はい、ぜひ使ってみてください。本日は以上です。さよなら。